アンドロメダアルファー星はアンドロメダ座の構成で二等星。ペガススの大周辺型を形成する構成の一つでもある。ペガススのすぐ北西に位置しており、かつてはアンドロメダ座とペガススの両方にまたがって所属していたため、ペガススデルタ星とも呼ばれたが、現在ではこの名前は使われていない。同様に、二つの星座にまたがって二つの名前が付けられていた星に、 オウシざベータ星などがある。分光連星で近接した軌道を持つため実施では連星であることはわからない。主星は晩星の約10倍の高度で互いの回りを96.7日周期で回っている。主星は水銀万元星と呼ばれる得意な種類の星であり、この種類の星としては知られている中で最も明るい。この種類の星は大気中に水銀、 ガリウム、マンガン、ユーロピウムが異常に多く、その他の元素は異常に少ない。この異常は、構成の重力と中心からの放射圧により、元素がより分けられたためだと考えられている。主性は、量検座、α2 型に分類されており、23.19時間周期で、明るさがプラス2.02等からプラス2.06等まで変化する。学名は、 アルファ・アンドラマで、固有名アルフェラッツはアラビア語で馬を意味するを語源としている。2016年6月30日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはアルフェラッツをアンドロメダザ・アルファー製の固有名として正式に承認した。別名のシラーはこの星のアラビア語名のへそを意味する前半部に由来している。 ありがとうございます。